はい、どうもタンタンです。本日はこちら DCT のコンサートサイズのウクレレ紹介いたします。こちらのもあれですね、 DUC300M というモデルでございます。こちらオールマホガニーでできておりまして、このものはですね、このトップ面とバック面が単板でできている、そういった仕様でございます。装飾も結構華やかで、かなりこう貝の装飾がふんだんに使われている、見た目からも非常に豪華な一本といった仕様でございます。そして指板はこんな感じになっておりまして、ヘッドには DCT の D のマークが、D のロゴが入っております。そしてこちらもギアペグなので、かなりおすすめの一本でございます。このようなサンドになっております。トップバック短板ということで、かなりこうボディがしっかりとなってくれているような、結構ボリューム感もありますし、マホガニー材らしい柔らかい温かいサンドっていうのが楽しめるような一本になっております。トップ短板っていうのは結構まあ割と多いんですけど、バック面も短板なので、ここお腹に当たってるところからも振動が来るので、かなり弾いてて振動からも音を楽しめる、かなり心地いい一本でございます。装飾も華やかなので、シンプルすぎるのはちょっと嫌だなという方には非常におすすめなモデルでございます。というわけで本日は DCT のコンサートサイズのトップ面バック面が短板のマホガニーモデルですね、 DUC300M、 こちらのウクレレ紹介いたしました。皆様からのお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。